こんばんは。今日は、晩酌してきます。ちょっと今日は顔まんがいをちょっと前に作ったんですけど、ネギの青い部分を使用するってことでその部分を使ったんですけど、白い部分が残ったので、ちょっと僕はあんまりネギが得意ではないのですが、ちょっと、食べないっていうわけにはいかないので、ちょっとネギを使っておつまみ的なちょっと炒め物作りました。長ネギとミニトマトと豚肉の炒め物作りました。味を濃いめにしてちょっとネギの味を消そうかなっていう今度でちょっと食べてみたいと思います。よし、で今日もビールでいきます。これでネギは全部使い切ったね。よし、では早速いただきます。そして乾杯。お疲れ様です。うまい。もうちょっとバラバラにしちゃうと避けるのがめんどくさいなと思って、もうこのまま丸々切って使いました。1,2,3,4,5,6,6個あります。こんな感じです。上にネギ、下豚肉いっぱい。ネギからいきます。食べれないことはないんですけど、やっぱりあまり得意ではない。あれ、これ中も食べれますよね。なんか中にゆるっとしたのが入ってるんですけど、ネギを調理したことがないので食べれますよね。多分それにこう切ってありますもんね。無事全部食べ終えました。やっぱりちょっと得意じゃないです。普通の豚肉トマト炒めになりました。うまい。うまいです。豚肉とトマトの酸味が、あと味付けもバッチリ。おいしい。ちょっとやっぱネギはどうしてもちょっと食べれるんですけどね、得意ではないですね。トマトを炒めるとこうさっぱりできていいですね。ネギ消化できてよかったです。おつまみで何か作ろうと思ってましたけど、よかったです。やばい、ビールがなくなったのでちょっとまだおつまみあるんで、ちょっとビールお返ししてきます。お返ししてきました。ではまた晩酌始めます。
も玉ねぎ、あ、でもネギをこうバレないようにっていうのは多分あんまり考えないですよね皆さん。ネギを感じたいからネギを入れてるわけですもんね。どっちがいいかなと思って作るときに、まあでもそもそもなんかネギを細かく切って分かんないようにするのがめんどくさかったんで、もう最初から決まってたんですけど、こうボコボコボコって置くのは。でもそもそもネギ好きな人はもうネギを感じたいからそのまま入れるわけだってってことですよね。なんで、でその細かく刻んだとしてもそのネギの風味を消せるぐらいの料理の力量がないんで、もうだったらいっそブツブツブツって置いてそのまま食べた方がいいかなと思って。美味しい。ちょうどいい感じですね。よし、うん、ごちそうさまでした。あ、惜しかった。最初はちょっと頑張って長ネギ食べたんですけど、体に、野菜なんで体にいいから食べれてよかったです。あんまり自分から長ネギは摂取しないんで、だからこういう機会があってよかったです。やっぱトマトの炒め物はやっぱりさっぱりして美味しい。またいろいろ晩酌していきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ、おやすみなさい。